熊本市交通局1350系電車は、熊本市交通局に在籍する路面電車車両である。1960年に350型として導入され、ワンマン運転対応改造の際に1350型に改められた。350系、あとの1350型は、熊本市交通局が1960年に導入した車両である。 導入数は6両。同年秋の第15回国民体育大会開催に伴う輸送力増強を目的としたもので、1949年導入の120型から数えて、熊本市電では10形式目となるボギー車であり、この増備でボギー車は計50両となった。メーカーは東洋後期でメーカーが同じ一つ前の200型に類似する。 350系という形式名は一つ前の形式の数字から大きく離れているが、これは当時の交通局長の意向で本形式から導入年を形式名とすると決定したためである。本形式以降の車両増備は中古車の購入によって行われたことから、本形式に続く新造車導入は22年後、8200型を導入した1982年のことである。 熊本市電におけるワンマン運転の拡大に伴い、1966年から翌年にかけてワンマンカー改造工事が順次施行された。施行に最新200系同様に、原番号に1000を加えた1350型へと変更されている。1970年代前半にかけて実施された路線縮小と3系統以外の路線廃止後も全車残存し、 加えて1978年から翌年にかけて全社に冷房設備の設置も行われた。廃車はなく2018年4月1日現在6両とも熊本市交通局に在籍する。1350型は反抗性、低床構造のボギー車である。 全長は12.0メートル、最大幅は2.3056メートル、高さは車体高さ3.1466メートルパンタグラフ、折りたたみ高さ3.805メートル、時長は15.3トン、冷暖房設置後は16.4トンである。これらの数字は、すべて1200型と一致する。車体塗装については、下記車体塗装の変遷にて、別途記す。 車体前面、車体前面は中央に幅広の大型窓を配する3枚窓のスタイルである。原型では前面窓は3枚とも上下に分かれた2段窓であった。中央窓は固定窓の下部に横長の可動部を設けるという200型から始まった形状が踏襲されたが、両脇の窓は上部固定、下部上昇式であったものを本形式では、 アルミサッシにより上下とも稼働できるものに変更されている。窓や窓周りはワンマンカー改造工事の際のワイパー設置や稼働式、バックミラー設置をはじめ、製造後の改良が多数、あり形状が変化している。まず、中央窓については、1999年時点で1352号を除いて固定1枚窓になっており、 その1352号も2004年時点では同様の窓になっているのが確認できる。一方、両脇の窓については正面から見て右上の窓にあるバックミラー用小型ワイパーの取り付け位置が内寄りか外寄りかで違いがある小型ワイパー設置の窓と同様に左上の窓も h ゴム指示の固定窓に改造した車両がある。 両脇の窓を一枚固定窓に変えた車両があるという具合に車両によって形状に差が生じている。全小灯は倉庫中央部に配置。微灯については、原型では200型と同様に、窓上両端に横長のものが取り付けられていたが、ワンマンカー改造の際に、倉庫、全小灯両脇に下ろされた。この時設置された微灯は停止灯と一体となった。 もので、改造当時に広く利用されていたバス用尾灯方向指示器の部品を転用したものである。方向膜は、心臓時より、中央窓状に配置する。車体側面側面の客室扉は片側2箇所ずつ、計4箇所に設置。配置は、左右非対称で、進行方向に向かって、左側では、車体前方と中央部後より、右側では、中央部前よりと後方になる。 熊本市電では、標準のドア配置であり、ワンマン運転時は、中扉が乗車口、前扉が降車口となる。扉の幅は、前後の扉が 85.0cm、中央の扉が 109.0cm。側面窓は、ドア間に5枚ずつ、その反対側に4枚ずつの配置である。窓は2箇所の戸袋窓と車掌台部分の窓を除いて、 上下に分かれた二段窓で、上段は固定だが下部が上に開く。窓の形状は188型から採用された、上段 H ゴム指示、下段アルミサッシの使用を踏襲する。車掌台部分の窓は、中扉右手がそれで、上下二段に分かれ上段はさらに左右にに分割されて、折り、上段左側が横開きに開閉可能であった。この機構は本形式だけのもので、 車掌が乗務しなくなった後も維持されたが、1999年時点で1352号を除いて固定に段窓になっており、その1352号も2004年時点では同様の窓になっているのが確認できる。車掌大部分の窓上には方向膜が設置されていたが、ワンマンカー改造時に廃止された。車内車内の様子客室は、 最大幅2.064メートル、長さ9.88メートルである。車内の座席は左右ともロングシートで扉間に長さ3.75メートルの座席を、その反対側に長さ2.98メートルの座席を配置する。車内照明は心臓時より蛍光灯を用いる。定員は元は座席28人、立席42人の 計70人であったが、ワンマンカーへの改造で、座席32人、率、席40人の計72人となり、さらに1978年6月の定員変更で、座席32人、率、席37人の計69人に減少した。FS-74 型台車写真左手が、運転台側。右手の同軸と台車は下端張りに、 主電動機を吊りかける。本形式が装着する台車は2種類あり、1351から1353号の3両が、近畿車両製 KD-201 系、1354から1356号の3両が、住友金属工業製 FS-74、74型を履く。前車は1200系の半数、後車は1200系の残り半分と1090系の、 全車も履く。先に登場した、住友金属工業 FS-74 型は、熊本市電向きに開発された台車ではあるが、当自動車が他の事業者にも広く納入していた、上下の揺れ枕に挟む枕羽根に、コイル羽根を用い、軸箱指示方式には、軸羽根式を採用するという形態の台車の一つである。近畿車両製 k d 二百一型も、 別メーカーの台車だが用目は同じ。両形式とも軸距離は 1400mm、車輪径は 660mm。台車設置の基礎ブレーキ装置は型押し、式踏み面ブレーキを採用し、1台車につき1個、樹軸側にブレーキシリンダーを設ける。主電動機は、出力 38kW の東洋電気製造製、SS-50 型を1両につき2機設置する。 この電動機は、当時の標準機路面電車用標準電動機で、その主要所元は、電圧 600V、電流 73A、回転数 820RPM である。歯車比は59,14で、駆動は吊り掛け駆動方式による。運転台左手に、DB1K4 が当た直接制御機、中央部に、ブレーキ弁。制御機は、 東洋電気製造製の直接制御機 DB1K4 型を設置。制御方式は直並列組み合わせ制御であり、制御機のノッチは直列4ノッチ、並列4ノッチ、制動7ノッチとなっている。ブレーキ装置は日本エアーブレーキ製の SM3 直通ブレーキを搭載する。ブレーキ弁は広く一般的な PV-3 型を用いる。これらの手電動機、 制御機、ブレーキ装置の使用は1950年導入の1050型から本形式に至るまでの各形式で共通する。終電装置は、新造時188型から採用された、菱型パンタグラフを使用していた。東洋電気製造製の PT-34、B 型という形式であったが、故障が多く、一部はビューゲルに取り替えられた。 その後ワンマンカー改造の際に、Z 型パンタグラフへと変更されている。なお、この Z 型パンタグラフは、車体中央側を向いて折りたたまれるのが標準であるが、1352号のみ、逆向きに取り付けられており、外側に折りたたまれる。また新造時は、屋根状に、ガーランド型ベンチレーターが8個取り付けられていた。熊本市電では、1966年2月より1 型を用いてワンマン運転が開始された。以後、1000型に準ずるワンマン化への改造工事が既存車両に対して進められ、200型に続いて本形式にも施行された。改造期間は1966年10月から翌1967年7月にかけてで改造後は旧番号に1を足した番号へと変更されている。在来車に対する ワンマンカー改造は、交通局で施行されたものと北九州の九州車両で施行されたものがあるが、本形式は全車交通局で施行された。改造内容は前述の微糖の変更、ワイパー、可動式バックミラー取り付け、終電装置の取り替えのほか、前面のワンマン表示窓設置、側面の入り口、出口表示やスピーカーの設置、車体塗装変更、 車内の校車合図ボタン設置などである。運賃箱は、施行前の1966年8月に当時、在籍の全車両に取り付けられていた。ワンマン運転方式は、運転開始当初は、料金前払いの前乗り、後乗り方式であったが、他形式と同様に1966年11月から、5払い制の後乗り、前折り方式に変更された。 また1976年10月の運賃改定で、運賃制度が均一性から大距離区間性に改められ、整理券方式が採用された。この大距離運賃制時代には車内に整理券発行機や運賃表示機が備えられていた。熊本市電では、利用客の減少から3度にわたって路線が廃止され、一時は全廃計画まで立てられたが、 一転して存続が決まると利用促進に向けた積極投資が続けられた。その代表的なものが冷房化であり、1978年から1980年までの3年間でほとんどの車両に冷房装置が搭載された。一般的な鉄道車両の冷房装置は、交流電源のモーターを使用するため直流の河川電源を交流に変換する補助電源装置を必要とするが、 路面電車車両の場合には設置スペースや重量の増加、あるいは価格の面で問題があるため、熊本市電では富士電機へ開発を依頼し、同社が新開発した河川電源直流6 0 0トで稼働する冷房装置を設置することとなった。本形式に対する冷房可視光は1978年、または翌1979年で6両とも、 ファード2225から2系集中式冷房装置が設置されている。冷房に続き、熊本市電では1979年1月以降、座席下に電熱式暖房装置を設置する車両も順次登場したが、この暖房設置改造も本形式では6両全車に行われている。方向幕更新前の1352号多形式と共通の改造であるが、 1990年代施行の改造には、1991年4月からの列車無線導入に伴う機器設置、1998年3月からの乗車カード、トゥークマカード導入に伴う乗降口へのカードリーダー設置がある。2000年代以降の市電全車共通の改造には以下のものがある。さらに2012年度より本形式を含む、 旧型半構成車22両を対象に2015年度までの4年計画で上降口ステップ傘上げ内外装の再塗装シート床の張り替えなどからなる自転車両リフレッシュ事業が行われた新造時の車体塗装は当時のボギー車の共通塗装である下部をパープルブルー上部をクリーム色屋根部分をライトグリーンに塗ったものであったその後はマンカー改造の際に クリーム色を基調とし、紺色の帯を巻いた塗装に変わった。1980年代には、帯の色を緑色に変えたものもあり、これらのクリーム色に紺色ないし、緑色の帯を巻くのが、反抗請求型車グループの標準塗装であった。標準塗装の他一部に、全面広告電車もあったが1980年代、初めに消滅、以後は、 車体側面の一部に広告ペイントを施したカラー電車が走ったが、車体広告は1989年に一旦全廃された。塗装ではないが、1978年に第1回大会が開催された日の国祭りについて、その PR のため同年6月1日から祭りの最終日にかけて1352号、1356号の2両が、 装飾電車として運転された。運行は、この1年だけで、翌年からは1050型を改造した50系、電動化車による本格的な花電車の運行に切り替えられた。1989年、熊本市政100周年を記念して1月4日から10月末にかけて1355号が市政100周年号として運転された。 車体塗装は白地に赤い帯を巻いたものであった。また、市政100周年並びに、熊本市交通局開局65周年の記念事業の一環として、市電塗装デザインコンテストが開催され、1351号と1080系線84号、1090系線93号、1200系線201号の4両がデザイン車両として、 同年9月23日から運転を開始した。そのうち1351号のデザインは、車体下部に、青と緑では湧き上がる雲を描いたものであった。広告ラッピング電車の例翌1990年、半高生級型車グループに1980年代導入の8200系、8500型に準じた、アイボリーに緑の帯を巻いた、塗装の車両が出現した。 この塗装がグループの標準色となり、本形式では1995年8月の1351号の塗り替えをもって1356号を除き、標準色への統一が完了した。残る1356号は上半分を緑、下半分をアイボリーとし境目に赤色の帯を巻いた1992年度の特別塗装であったが、これも2001年までに、 標準色へ変更されている。塗装とは別に、熊本市電では1999年4月にフィルムラッピングによって全面広告電車が復活した。本形式についても広告電車として用いられることがある。書籍雑誌記事、ありがとうございます。